日本放送ミューコミプラスラジオドラマカフが上がる。桃色クローバー Z 主演映画幕が上がるのスピンオフラジオドラマカフが上がる。昨日放送された第3話では、有楽ヶ丘高校の校長先生がかつてラジオドラマコンテストで放送部を優勝に導いた伝説の放送部員だったことが発覚。そこから校長先生の厳しい指導が始まりました。スクワット100回1、2、3。あーもうギブギブこら。やがて深まっていく6人の絆。じゃあ行くよ、有楽ヶ丘高校放送部ファイオー。学校に泊まり込みでラジオドラマの制作、6人でワクワクしながら聞いた深夜のラジオ。そして朝、姿を消したミユ、残された一通の手紙。あれ、ミユちゃんは？ラジオドラマのテープの上に手紙？小宮山ミユよりって。ミユが姿を消したわけは？残された手紙には何が書いてあったのか？カフが上がる。いよいよこの後最終話スタートです。学校に泊まり込みで作業をして、ついに完成した私たちとミユのラジオドラマ。完成したドラマを聞くのを楽しみにして、朝目が覚めるとミユはいなくなっていた。ラジオドラマのテープの上に一通の手紙を残して。この手紙、私たち宛て？なんだろう、言いにくいことだったらわざわざ手紙じゃなくてメールでいいのに。実はどっかに隠れてて、じゃじゃーん、ドッキリでしたってことだったりして。なんか嫌な予感がする。読んでみるね。演劇部の皆さんへ、突然のことですいません。放送部に入って2年間、私の長年の夢だったラジオドラマ、皆さんのおかげで完成させることができました。演劇部の大会を控えた大事な大事な時間を、私なんかのわがままに付き合わせてしまってすみませんでした。もう一生分の幸せを使ったんじゃないかっていうぐらい、本当に幸せな時間でした。今、なんで私がこの手紙を書いているかというと、私は今日、引っ越しをしなければいけないからです。え？そんな。今まで黙っていて、すいません。私はずっと、クラスに友達がいませんでした。後ろ向きな性格だし、面白いことも言えないし、自慢できるような特技もないし、放送部は私一人だし、正直なことを言うと、ずっといじめられていました。私はもう慣れっこだから、そんなに気にしていなかったんですけど、すぐ顔に出てしまう性格なので、家でもきっと暗い顔ばかりはしていたのだと思います。私の親が心配をして、担任の先生と何度か話し合いをして、でも解決しなくて、それで親が引っ越しと転校を決めてしまったんです。私がいなくなったら放送部員は誰もいなくなります。部員が一人しかいなかったんですけど、
私は放送部が好きでした。まるで私の憧れのラジオ番組のパーソナリティさんみたいに、マイクの前に座って自分の声を誰かに聞いてもらう。普段人見知りなんですけど、不思議とマイクの前だと喋ることができました。まあそんなに面白いことは言えないんですけど、私はみんなから勇気をもらいました。その場の雰囲気を壊したくなくて、周りから何を言われても知らず知らずのうちに笑顔を作っていたんですけど、この数日間は心から笑えたんです。本当に楽しかった。ありがとう。この先何か不安なことがあっても、きっと不安なことだらけだと思うけど、みんなと一緒に過ごした時を思い出して前向きに頑張ります。転校のことはいつか言わなきゃって思っていたけど、ずっと言いそびれてしまって、みんなの顔を見たらきっと離れたくないと思っちゃう。だから手紙ですみません。わがままですみません。自分勝手ですみません。今まで本当にありがとうございました。みゆ。みゆ。やだよ、みゆちゃん。私、2年生なのに、同じクラスになったことがなくて、気がついてあげられなかった。あけみちゃん、私、一番最初に知り合ったのに、全然わからなかったな。もっと、みゆのこと、気にしてあげればよかった。そうそう。ねえ、今からみゆに連絡して、引き止めよ。まだ間に合うかもしれない。そうだよ。このまま別れなんて、ダメだよ。みんな、私はね、引き止めたくないんだ。Sorry. なんでかっていうとね、みゆはみゆなりにすごく考えたんだと思う。手紙の中に私たちの顔を見たら離れたくないと思っちゃうって書いてあった。それでも手紙を残して出て行ったのはさ、すごく大変な決断だったと思うんだ。だからさ、その決断を尊重してあげるっていうのかな。みゆのことは引き止めない。じゃあこのままってこと？何もしないまま。これでお別れ？ううん、違うよ、ゆっこ。私たちにできることはある。完成したラジオドラマのテープがここにあるでしょ？これを残していったっていうことは、このドラマを実際に応募するかどうかを私たちに任せてくれたんだと思う。みゆがいなくなったことで、私たちが嫌な思いをするんじゃないか。そんな嫌な思いのまま、もしラジオでこのドラマが流れたら、私たちが傷つくだろうって、そう考えたんじゃないかな。嫌だとか、傷つくとか、そんなこと、絶対思わないよ。うん、私もそう思う。嫌だとか全然ないよ。だけど、ミウはそこまで心配してたんじゃないかな。このラジオドラマをどうするかは私たち次第。どうするの？ここまでやったのに応募やめるの？もちろん応募するよ。でも私に考えがあるんだ。あのね、ラジオドラマの中にミウへのメッセージを入れるのはどうかな。そうそう。ラジオドラマが応募されるかされないかわからなくても、ミユはきっとラジオを聞くと思う。だから、ドラマの中に、ミユへのメッセージを入れるの。私たちの思いを、ラジオドラマで伝えよう。サオリ。やろ！ミユちゃんにサプライズだね。じゃあ、
みんな、もう一頑張り行こう。ああ、こうして私たち5人はラジオドラマのそれぞれの出演パートにミユに伝えたい思いを付け加えた。ミユと一緒に録音したこの放送室でマイクの花粉をもう一度上げて、完成したラジオドラマとお別れの手紙だけを残して引っ越してしまったミユ。残された私たち5人はミユも聞いてくれるはずと信じて、ラジオドラマにミユへ伝えたい思いを付け加えて応募した。そしてついに日本放送ミユコミプラスのラジオドラマコンテストの当日を迎えた。深夜24時、私たちはあの日と同じように放送室に集まった。もしかしたらミユがもう一度ここに来るかもしれないって心のどこかで思ってたけど、放送室にミユの姿はなかった。日本放送ミユコミプラス始まりましたね。うん、ミユ、聞いてるよね、きっと。うん、聞いてるはず。はぁ、ドキドキする。私たちのラジオドラマ、採用してもらえるかな？大丈夫。やれることは全部やった。あとは、信じて待とう。こんばんは、カモン第2からマイコ2010まで、ラジオもラジオドラマも大好き。日本放送アナウンサー、吉田久乃です。そして、はい、SKE48、乃木坂46の松井玲奈です。吉田さん、ついに始まりました。日本放送ミユコミプラス、ラジオドラマコンテスト。音だけで表現する、ある意味無限の可能性を秘めているラジオドラマをリスナーの方から募集しました。たくさんのご応募ありがとうございます。水島誠司監督、上ですね、ラジオドラマ俺も参加したかったって、ガンダム00とかを自分で監督したプロ中のプロの言うことじゃない。すいません、吉田喋りすぎだっていうディレクターがバキを出してるんで、そうですね、喋りすぎで流せようというラジオドラマは流れないわけにはいかない。はい、それじゃあミユコミプラスラジオドラマコンテストスタートです。日本放送ミユコミプラスラジオドラマコンテスト、ついにラジオドラマコンテストが始まった。採用されるラジオドラマは5作品、その中から一番優秀だった作品が大賞に選ばれる。けど今は正直大賞でも何でもいい。私たちのラジオドラマがミユに届いてほしい。ただそれだけ。エントリーナンバー1番は東京都ドラマティックマテリアルさんが送ってくれた路地裏の猫と少年。ニャーニャー、もういい加減にしてくれ。僕は君の面倒は見られないんだ。しかし猫は少年から離れようとしません。エントリーナンバー4番は埼玉県10万石ダンディさんが送ってくれた透明な宇宙船。どういうことだ、宇宙ありげを返したはずだ。船長大変です。ガルテン人の戦闘部隊に襲撃されました。なんだと、船内酸素濃度 50% を切りました。このままでは危険です。やれやれ、どいつもこいつもギャー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 、うるせえな。まさかバイル大佐、お前今までどこに行ったんだよ。ヒーローは遅れてやってくるってドラゴンボールで習わなかったか。船内酸素濃度さらに
に低下、まもなく 40% を切ります。仕方ない、超破壊メガ機能準備増加なくちゃ。どのラジオドラマもすごいね。うん、録音も編集もプロみたいにしっかりしてる。放送されるのはあと一つ。はぁ、どうしよう。大丈夫、信じて待とう。そう言ってみんなを励ました。それは自分への励ましでもあった。ミューコミプラスラジオドラマコンテスト、それでは最後のエントリーの発表です。神様、お願いします。私たちのラジオドラマミユに届けたいんです。エントリーナンバー5番は静岡県放送室クローバー Z さんが送ってくれた走れ JK。 やったー、神様ありがとうございます。ミユ聞いてる？私たちのラジオドラマ流れるよ、ミユ。それではお聞きください。エントリーナンバー5番、静岡県放送室クローバー Z さんが送ってくれた走れ JK。 宿題をなくした？すみません、すみません。そんなことを言って本当はやってきてないんじゃないか？いえ、昨日ちゃんと終わらせたんです。でもどこかに落としてしまったみたいで。それなら仕方ない、宿題は見つかったら提出すれば。本当ですか？なんて言って許すわけにはいかないな。提出期限は今日だ。出さなければ落第。教室に残って最初からやっていきなさい。一度やった宿題ならすぐに書き直せるはずだ。そんな、今日ももクロのライブに行く約束してるのに。先輩、携帯鳴ってますよ。ミユからだ。今日出すはずだった宿題をなくして教室で一からやり直すことになりました。ももクロのライブに間に合いません、ごめんなさい。居残りでやり直し？昨日やっと終わったって言ってたのに。今からやり直しじゃライブには間に合わないよ。よし、探そう、みんなで。笑顔が止まらない、踊る心止まらない、動き出すよ君の元へ、走れ走れ走れ。昨日商店街に寄ったって言ってたんだけど、宿題落としてないかな。すいません、 A4 サイズで水色の表紙のノートなんですけど、落ちてるの見ませんでしたか？私の大事な友達が忘れていったんです。どうしても友達に届けたいんです。ノートの落とし物はわからないな。ゆっこ先輩、あけみちゃん、どうですか？ダメ、見つからない。そうですか、こっちもダメでした。あ、このお店のイカ焼き美味しいんですよ。おじさん一つください。はいよ、毎度。みゆ、今度は一緒に来ようね。ちょっと大きいから半分こだよ。はあ、昨日商店街に行った後、急に海が見たくなって3時間ぼーっと海を見てたって言ってたけど、ここでは宿題やってないか。あ、すいません、宿題のノート水色の表紙なんですけど、この辺りで見ませんでしたか？いや、見かけたことないな。海で宿題してたの？いえ、私のじゃないんです。すいません。あの、いつかその友達を連れて一緒にこの海に行きますね。3時間でも4時間でも一緒に海を見ながらお話ししたいんです。やっぱり変ですかね。
お寺の鐘の中にはないか。ほら、誰だ勝手に叩いてるのは。ごめんなさい。あ、このお寺でノートの落とし物が届いてませんか。ノート？いや、届いてないよ。そうですか、残念。こら、また勝手に。あ、すいません。でも最後に一つだけお祈りしてもいいですか。ミユが今も笑顔で過ごせていますように。みんな、あ、サオさん、どうだった。ダメ、見つかんない。そっか、こっちも交番とか駅の窓口で聞いてみたけどなかった。どうしよう、あと少しでライブ始まっちゃうよ。こうなったら一か八か。サオリ、ちょっとどこ行くの。サオリ。そして私たちは放送室へ。ライブの開演が迫る中、最後の希望をかけて。ちょっとサオリ、勝手に放送室使っていいの。いい、後で私が怒られるから。ミユと一緒にライブ行きたいから。放送室の花粉を上げると目の前のランプが赤く光った。放送室からお知らせです。2年 B 組、小宮山ミユちゃんの宿題が行方不明です。見つけた方は放送室までお願いします。あああ、びっくりした。どうしたんですか。これミユのノートじゃない。本当だ、放送室に忘れてきたんだ。急ごう、今届ければライブに間に合うよ。うん、届けよう。こうしてみんなで探したミユの宿題は無事に提出できた。本当にごめんなさい、私のためにあっちこっち探していただいて。いいのいいの、見つかって本当によかった。なんかさ、疲れたけど走ってて気持ちよかったね。うん、久しぶりにあんなに全力で走った。さあ、次はライブで全力で楽しもう。あー、なくしたものが見つかった嬉しさ、みんなでライブに間に合った嬉しさ、けどそれよりも何よりも私は大切な友達が笑顔でいてくれることが嬉しかった。もし離れ離れになっても私たちはずっと一緒、ずっと友達だよ。じゃあ走れメロスですよ。はい、ただいまが元になってるんですか。メロスは JK。 おー、ドラマが流れている間、みんなは一言も話さないでじっとラジオを聞いていた。台本を取り出してラジオを聞きながら読み返していた中西さんと明美ちゃん、目をつぶっていたゆっこ、ドラマの場面をイメージしていたのかな。そしてドラマが流れている間ずっと泣いていたガルル。そして私はみんなを見ながらずっとミユのことを考えていた。このゾーンラストの CM 行きます。吉田さん、 CM 明けラジオドラマ大賞の発表よろしくお願いします。はい、わかりました。 CM 明けまで5、4、3、2、本番9。日本放送ミュコミプラスラジオドラマコンテスト、それでは発表します。ミューコミプラスラジオドラマコンテスト、大賞を受賞したのは、生まれた朝に。ミューコミプラスラジオドラマカフが上がる第4話、走れその先へ。出演、高山沙織、桃田加奈子、橋本優子、玉井詩織、中西恵里子、有安桃香、北条美希、高木玲美、佐藤明美、
佐々木彩香、小宮山美優、田所あずさ、塚本校長、立木文彦、ディレクターアルコ&ピース平子祐希、 AD アルコ&ピース酒井健太、リスナー声優猫海の家の店員秋山誠、少年小山空也、ナレーター河村直人、船長菊池祐希、船員 A 小菅修也、船員 B 立石美玲、バリル大佐イカ焼き屋の店主加藤圭介、お寺の住職文本龍斗、松井玲奈、松井玲奈、吉田久典、吉田久典。原作は平田織座、幕が上がる。スペシャルサンクス、ラジオの前のあなたでお送りしました。私は今新しい環境で夢に向かって頑張っています。まだまだ不安なことばかりだけど、友達が自分を変える勇気をくれたから大丈夫です。みんなありがとう。対象に選ばれるけど、今は正直対象でも何でもいい。私たちのラジオドラマがミユに届いてほしい。ただそれだけ。エントリーナンバー1番は東京都ドラマティックマテリアルさんが送ってくれた路地裏の猫と少年。にゃーにゃー、もういい加減にしてくれ。僕は君の面倒は見られないんだ。しかし猫は少年から離れようとしません。エントリーナンバー4番は埼玉県10万石ダンディさんが送ってくれた透明な宇宙船。どういうことだ、宇宙ハリケーンを回避したはずだ。船長大変です。ザガル星人の戦闘部隊に襲撃されました。なんだと。船内酸素濃度 50% を切りました。このままでは危険です。やれやれ、どいつもこいつもギャー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 、うるせえな。まさかバイル大佐、お前今までどこに行ったんだよ。ヒーローは遅れてやってくるってドラゴンボールで習わなかったか。船内酸素濃度さらに低下、まもなく 40% を切ります。仕方ない、超破壊メカ機能準備増加なくちゃ。どのラジオドラマもすごいね。うん、録音も編集もプロみたいにしっかりしてる。放送されるのはあと一つ。はぁ、どうしよう。大丈夫、信じて待とう。そう言ってみんなを励ました。それは自分への励ましでもあった。ミューコミプラスラジオドラマコンテスト、それでは最後のエントリーの発表です。神様、お願いします。私たちのラジオドラマ、ミユに届けたいんです。エントリーナンバー5番は、静岡県放送室クローバー Z さんが送ってくれた、走れ JK。やったー。神様、ありがとうございます。ミユ、聞いてる？私たちのラジオドラマ流れるよ、ミユ。それではお聞きください。エントリーナンバー5番、静岡県放送室クローバー Z さんが送ってくれた走れ JK。 宿題をなくした？すみません、そんなことを言って
本当はやってきてないんじゃないか。いえ、来たんじゃないかっていうぐらい本当に幸せな時間でした。今なんで私がこの手紙を書いているかというと、私は今日引っ越しをしなければいけないからです。え、そんな。今まで黙っていてすいません。私はずっとクラスに友達がいませんでした。後ろ向きな性格だし、面白いことも言えないし、自慢できるような特技もないし、放送部は私一人だし、正直なことを言うとずっといじめられていました。私はもう慣れっこだからそんなに気にしていなかったんですけど、すぐ顔に出てしまう性格なので、家でもきっと暗い顔ばかりをしていたのだと思います。私の親が心配をして、担任の先生と何度か話し合いをして、でも解決しなくて、それで親が引っ越しと転校を決めてしまったんです。私がいなくなったら放送部員は誰もいなくなります。部員が一人しかいなかったんですけど、私は放送部が好きでした。まるで私の憧れのラジオ番組のパーソナリティさんみたいに、マイクの前に座って自分の声を誰かに聞いてもらう。普段人見知りなんですけど、不思議とマイクの前だと喋ることができました。まあそんなに面白いことは言えないんですけど、私はみんなから勇気をもらいました。その場の雰囲気を壊したくなくて、周りから何を言われても知らず知らずのうちに笑顔を作っていたんですけど、この数日間は心から笑えたんです。本当に楽しかった。ありがとう。この先何か不安なことがあっても、きっと不安なことだらけだと思うけど、みんなと一緒に過ごした時を思い出して前向きに頑張ります。転校のことはいつか言わなきゃって思っていたけど、ずっと言いそびれてしまって、みんなの顔を見たらきっと離れたくないと思っちゃう。だから手紙ですみません。わがままですみません。自分勝手ですみません。今まで本当にありがとうございました。みゆ。みゆ。やだよ、みゆちゃん。私、2年生なのに、同じクラスになったことがなくて、気がついてあげられなかった。あけみちゃん。私、一番最初に知り合ったのに、全然わからなかったな。もっと、みゆのこと、気にしてあげればよかった。そうそう。ねえ、今からみゆに連絡して引き止めよう。まだ間に合うかもしれない。そうだよ。このまま別れなんて、ダメだよ。みんな、私はね、引き止めたくないんだ。そうね。なんでかっていうとね、みゆはみゆなりにすごく考えたんだと思う。手紙の中に私たちの顔を見たら離れたくないと思っちゃうって書いてあった。それでも手紙を残して出て行ったのはさ、すごく大変な決断だったと思うんだ。だからさ、その決断を尊重してあげるっていうのかな。
ミユのことは引き止めない。じゃあこのままってこと？何もしないまま。これでお別れ？ううん、違うよ、ゆっこ。私たちにできることはある。完成したラジオドラマのテープがここにあるでしょ？これを残していったっていうことは、このドラマを実際に応募するかどうかを私たちに任せてくれたんだと思う。ミユがいなくなったことで私たちが嫌な思いをするんじゃないか。そんな嫌な思いのまま、もしラジオでこのドラマが流れたら私たちが傷つくだろうって、そう考えたんじゃないかな。嫌だとか傷つくとかそんなこと絶対思わないよ。うん、私もそう思う。嫌だとか全然ないよ。だけど、ミウはそこまで心配してたんじゃないかな。このラジオドラマをどうするかは、私たち次第。どうするの？ここまでやったのに、応募やめるの？もちろん、応募するよ。でも、私に考えがあるんだ。あのね、ラジオドラマの中に、ミウへのメッセージを入れるのはどうかな。そうそう。ラジオドラマが応募されるかされないかわからなくても、ミウはきっとラジオを聞くと思う。だからドラマの中にミウへのメッセージを入れるの。私たちの思いをラジオドラマで伝えよう。沙織、やろ。ミウちゃんにサプライズだね。じゃあみんな、もう一頑張り行こう。日本放送ミューコミプラス、ラジオドラマカフが上がる。桃色クローバー Z 主演映画幕が上がるのスピンオフラジオドラマカフが上がる。昨日放送された第3話では、有楽ヶ丘高校の校長先生がかつてラジオドラマコンテストで放送部を優勝に導いた伝説の放送部員だったことが発覚。そこから校長先生の厳しい指導が始まりました。スクワット100回。1、2、3。あー、もうギブギブ。こら。やがて深まっていく6人の絆。じゃあ行くよ、有楽ヶ丘高校放送部、ファイオー。学校に泊まり込みでラジオドラマの制作、6人でワクワクしながら聞いた深夜のラジオ。そして朝、姿を消したミユ、残された一通の手紙。あれ、ミユちゃんは？ラジオドラマのテープの上に手紙？小宮山ミユより。ミユが姿を消したわけは？残された手紙には何が書いてあったのか？カフが上がる。いよいよこの後、最終話、スタートです。学校に泊まり込みで作業をして、ついに完成した私たちとミユのラジオドラマ。完成したドラマを聞くのを楽しみにして、朝目が覚めるとミユはいなくなっていた。ラジオドラマのテープの上に一通の手紙を残して。この手紙、私たち宛て？なんだろう、言いにくいことだったらわざわざ手紙じゃなくてメールでいいのに。実はどっかに隠れてて、じゃじゃん、ドッキリでしたってことだったりして。なんか嫌な予感がする。読んでみるね。演劇部の皆さんへ、突然のことですいません。放送部に入って2年間、私の長年の夢だったラジオドラマ、皆さんのおかげで完成させることができました。演劇部の大会を控えた大事な
大事な時間を私なんかのわがままに付き合わせてしまってすみませんでした。もう一生分の幸せを使って、こうして私たち5人はラジオドラマのそれぞれの出演パートにミユに伝えたい思いを付け加えた。ミユと一緒に録音したこの放送室でマイクの花粉をもう一度上げて、完成したラジオドラマとお別れの手紙だけを残して引っ越してしまったミユ。残された私たち5人はミユも聞いてくれるはずと信じてラジオドラマにミユへ伝えたい思いを付け加えて応募した。そしてついに日本放送ミユコミプラスのラジオドラマコンテストの当日を迎えた。深夜24時、私たちはあの日と同じように放送室に集まった。もしかしたらミユがもう一度ここに来るかもしれないって心のどこかで思ってた。けど放送室にミユの姿はなかった。日本放送ミユコミプラス始まりましたね。うん、ミユ聞いてるよね、きっと。うん、聞いてるはず。ドキドキする。私たちのラジオドラマ採用してもらえるかな。大丈夫、やれることは全部やった。あとは信じて待とう。こんばんは、カムイ大変からマイコ2010までラジオもラジオドラマも大好き、日本放送アナウンサー吉田久乃です。そしてはい、 SKE48 乃木坂46の松井玲奈です。吉田さん、ついに始まりました、日本放送ミユコミプラスラジオドラマコンテスト。おー、声と音だけで表現する、ある意味無限の可能性を秘めているラジオドラマをリスナーの方から募集しました。たくさんのご応募ありがとうございます。あ、水島誠司監督が増えてますね。ラジオドラマ俺も参加したかったって、ガンダム00とかを自分で監督したプロ中のプロの言うことじゃない。あ、すいません、吉田喋りすぎだっていうディレクターがバキを出してるんで、そうですね、喋りすぎで流せるというラジオドラマは流れないわけにはいかない。はい、それじゃあミユコミプラスラジオドラマコンテストスタートです。日本放送ミユコミプラスラジオドラマコンテスト、ついにラジオドラマコンテストが始まった。採用されるラジオドラマは5作品、その中から一番優秀だった作品が